バニンパラッパーガーハリンパラッパーガークラウィンパラッパーガーラメインパラッパーガーイエーイレンレンレン。皆さん、うちある人です。今回ですね、毎回定期的にやらせていただいておりますアニメの円盤売り上げ最新情報ということで紹介させていただきたいなと思います。今回ですね、ついに今期派遣候補筆頭、あれこっちか、派遣候補筆頭小林さんちのメイドラゴン S のね、円盤売り上げがついに出ておりますということで、まあ、前回の動画でですね、ちょうど発売日で、まあ、僕はついにこの円盤を手にしたね時でして、まあ、非常にテンション上がったんですけども、まあ、映像も見ましてね、今日最終回も見させていただきました。もうボロ泣きでしたけどね。まあ、そちらの感想はまた違う動画で話したと思いますけど、今回はその売り上げを、話していきたいと思います。まあ、それ以外ね、夏アニメの円盤売上げ、それ以外3作品も相変わらず紹介しますし、あとは春アニメのオツタクシーとダイアンズに関してもちょっとね、話そうかなと思っておりますということで、まあ、皆さんも気になると思うんで、まあ、早速メイドラゴンの円盤売上げということで紹介していきたいなと思います。夏アニメ全4作品の、まず1作品目ですね、こちら、メイドラゴン。僕は3000枚前後じゃないかなっていう予想動画を上げておりましたし、まあ、前回の動画ではもちろんね、この紙作品は10万枚いくよねっていう話をさせていただいてました。はい。何枚でしょうか。初動3391枚ということで、予想的中しちゃいましたね。いや、もう嬉しくはないけど。いやー、どうなんですかね、これは。いや、もうめちゃくちゃなんか複雑な心境で、まあ今の時代3000枚って言ったら、まあ大成功、まあ非常に売れてると言っていい、まあ時だと思いますし、まあ十分ね、まあ海外の人気とかもすごいですから、この作品は。国内の人気もめちゃくちゃ高いということで、まあ3期も十分、まあ、まあ映画化とかね、OVA とかもあり得ますけども、まあそういう状況も期待できる売り上げなのかなというところです。3391枚。で、もちろん今2020年夏アニメ、今3作品これまですでに紹介させていただいてますけれども、こちら4作品目、その中でも、売り上げは1位となっておりますというところで、これね、1期と比較すると、まあこうやって見ていただくと分かる通り、まあ1期って、まあ1期の初動の1巻よりはまあ売れてると3300枚、2巻よりちょっと劣るかなと。で、累計枚数だからまあ4000枚ぐらいいくんじゃないかなっていうのが今のところの見立てかなというところで、これめちゃくちゃすごいですね。うん、枚数的に言ったら、メイドラゴンそんだけしか売れないみたいな思う人もいるかもしれないし、僕自身ね、一期の売り上げって知らなかったんですよね。一期の時売り上げとか別に、特に見てなかったんですけど、二期の放送に当たって見たら、これだけしか売れてなかったのメイドラゴンあんな人気だったのにって思った。やっぱ結構、なんか世間の人気とか知名度とちょっとギャップがあるような気がするんですけど、この作品に関しては。うん、でも一期から全く右肩下がりしてない。まあ、後で紹介するハメフラとかっていうか、普通のね、続編のアニメって、まあ基本的に、まあ一期から、まあどうやっても下がるんですよ、売り上げって。まあそれはそうですね。まあ、1期の円盤買ってる人は2期も買うっていうのが基本的な流れですから、まあ、2期買ってる人は3期買う。だからだんだん下がっていくんですよ、基本的には。まあ、たまに上がるね、馬娘みたいなのあるけど、まあ、まあ、基本下がっていく中で、まあ、しっかり数字をいじってる。まあ、僕は1期の円盤買ってないですけど、2期を買わせていただいた通り、やっぱ2期の内容めちゃくちゃ良かったんですよね、この最近。うん。で、まあ、ほんと日常アニメっていうところ、日常アニメっていうね、くくりではあるんだけれども、まあ、ドラゴンとね、まあ、人間の、まあ、その、敵対している、まあ、その、それぞれの関わり合いとか、まあ、シリアス描写もあり、バトル描写もあり、もちろん癒しの描写もある、キャラの可愛さは抜群という、この作品、まあ、歌はめちゃくちゃね、オープニング、エンディングともに強いという、この作品が、まあ、4000枚、まあ、行くだろう、まあ、初動今のところ3300何枚だ ?19 枚でしたっけ ?3391 枚というところで、いや、まあ、もちろん売れてほしい気もしますけど、まあ、一気に考えたら全然、まあ、右肩しない時点でめちゃくちゃすごいよと、それだけやっぱ、ずっと支持してる方がいらっしゃる。もしくは、まあ、一気からもうすでに、まあ、アニメから離れてしまっているんだけども、新たに、まあ、こうしてね、まあ、僕みたいにっていうのもあれだけども、まあ、こうやってメイドラゴンの良さに改めて気づいて、うわ、素晴らしいということで、円盤を買った人もいるんじゃないかなというところですね。よくね、なんか続編の僕なんか3期とかいきなり円盤買ったりするんですけど、その1期とか買ってないとなんか変な気分になりませんかね。なんか多分1期2期3期とか全部揃ってたからね、いいじゃないですかね。まあ僕はあんま気にせずにね、どんどん買っちゃう人ですっていうのは、まあ補足情報みたいなの言っておきますけども、まあ最終的には4000枚はいくんじゃないかなというところになってます。おめでとうございます。もう本当に素晴らしかった。もうアニメ自体はね、もう何もね、もう素晴らしかったし、1期からも、まあ、同じくらい売れてるということで、さすがなというところですね。はい。では続いて、こちらです。ハメフラ。これ前回と変わってないですね。前回数字出て、累計2209枚になったんですけれども、まあ、今回、まあ、別に数字出なかったので、新たに。まあ、多分もうちょい増えてると思いますけどね。2209枚という数字のままということで。まあ、ハメフラはやっぱ1期から半減してしまったんで、基本的にまあ半減は結構厳しい数字なんですけども、まあ、基本的にまあ、まあ、3分の2とか4分の3ぐらい売り上げがなる。だから売り上げがまあ2割3割減ってしまって、結構普通の流れだと思うんですけど、
まあだからやっぱそれだけ見えてるわね。これ見ると大勢やっぱすごいなって思うかもしれないし、元々の売り上げ4000万やったなって思う人もいるかもしれない。僕はそれもすごい思ってますけどね。まあ、僕は買ってますんで、もう買う価値しかないと思ってますし、見ましたけど最高でしたよ。はい。で、雨占い1期から、1期はまあ5000万ぐらい売れてたんでね。まあ半減と、まあ半減、まあ半分以下っていう感じですね。そして、サンスキーブ、裏道お兄さん。こちらも変わってないですね。衝動587枚のままということで。まあ、最終的に1000枚いくんじゃないかなとか思ってますけど、どうなんですかね。まあ、ちょっと正直もう数字が出てこないんで、2巻発売時とかに出てくるかもしれないなというところですね。で、怪奇少女。未だ数字出ずということで。まあ、これがね、数字出てこないと、まあ、今期はもう、盛り上がりようがないぞということで。まあ、円盤売り上げね、今期、まあ、まだまだ本命のラブライブスーパースターとかもいよいよ来週発売というところで、まあ多分ラブライブスーパースター一番売れるんだろうっていうのは前の円盤売り上げ予想動画みたいなね、上げさせていただいた際にも言ってて、まあ多分そうなるだろうと思いますけれども、まあ怪奇少女、まあ今期本当に1、2を争う、まあ派遣との声も非常に大きい、まあ僕自身めちゃくちゃ押させていただいてる、こちらの席、まあ未だ数字出てなくて、で、まあ1176枚以下と。で、第2巻9月29日発売ということで、これね、前回出るんじゃないですかって言ってたんで、ちょっとまた出ない可能性結構ありますね。っていうのも、この今月末に発売される円盤、やばいんですよ。ラブライブスーパースター、テンスラ2期、第2クール、アイナナ3期、魔法豪の優等生、死神坊ちゃんと黒目で100王霊、迷宮ブラックカンパニーということで、まあ、かなり夏アニメタイトルも多く発売されるということで、今週とかだと、もうね、20位、オリコンって20位ぐらいまで出るんだったかな？すみません、パソコンがちょっと壊れてないけど。20位ぐらいまで出るんですけど、今週も171枚で通じてるんですよ。20位が171枚。で、怪奇少女が数字出なかった週って、要するに20位が1176枚やったわけなんですよね。だから週によってかなり差があって、だからいつに発売されるかによって、その円盤の売り上げが出るかどうかっていうのは結構変わってくることがありまして、結構これ厳しい、数字出ない可能性があるかなっていうところですね。何枚売れてるか普通に気になりますよね。で、まあ1176枚以下で収めておいた方がいいのか、それとも実はもっと売れてるんだよっていう、1000枚以上とか売れてるんだよっていう話なのか、ちょっとやっぱ数字が出てこないとわからない。で、まあ予想的にはやっぱ1000枚ぐらいなんじゃないかなっていうところなので、まあ実際にこうね、オリコンさんから数字が出て何枚ですって言いたいところなんですよ、個人的にも。っていうところで、まあ結構やっぱ円盤買いましたっていう購入報告をいただいてますね。まああれで数字はいくんじゃないかなと思いますけどね。で、リクスさん買ってないから、円盤売り上げね、円盤売り上げ伸びねえんだよという声もなんか前いただいたんですけど。本当に申し訳ないので買ってないですね、これ。僕、円盤コンチ3つも買ってんのに、怪奇少女買ってなくて、まあ、怪奇ファンからの、お怒りの言葉を受けたこともあるんですけど。本当に申し訳ない。今期買ったの3つの作品がちょっと好きすぎたというところね、申し訳ないですね。はい。というところです。はい。で、続いて、春アニメ、夏アニメはここまでですね。横から春アニメの紹介ということで、ダイナズノンなんですけど、3巻今回発売されてまして、で、これ今週1位だったんですね、オリコンのランキングで。で、これ全4巻なんですけど、これ数字がね、ちょっと更新されてました。初動3巻がね、3巻ですよ、売り上げが。3955枚ということで、これまでダイナズノンずっと3167枚ですみたいな紹介させていただいてたと思うんですけど、多分そっから多分1巻ってずっとそっから数字出てなかったと思うんですけど、3巻でこうバッて数字が出てきた時に、初動が3955枚だったんですね。ってことはまあ要するにこれまで1巻2巻どれも4000枚いってるだろうって普通に考えたらそうやって想像ができるわけですから、まあそんな感じなのかなと思うんですけど、でもやっぱ1期がね、1期っていうかまあグリッドマンに関しては、1万枚以上売れてましたけど、まあどっちも半減以下という感じになるんですけど、まあ続編じゃないけどね。まあ100円という、まあ、同じくくりであるか。まあ、グリッドマン原作だから同じくくりであるんですけど。まあ、結構厳しい数字であるんですけど、まあ、もともと出してる数字より売れてましたよっていうことで、ちょっとこれは、お伝えしないけど、まあ、僕の視聴者さんの中にもね、僕の視聴者さんって言い方なんかあれだな、動画の見え方貼ってる、方の中にも、ダイナツのすごい好きっていうの結構いらっしゃると思いますね。こうやって、まあ、嬉しい情報ということね。まあ、結局、春アニメの円盤売り上げランキング5位っていうのは変わらないんですけども、上位が、なんだ、ビビ、ゾンサが、魔導阻止、で、東京リベンジャーズか。で、それで上位4作品で、で、5位が、このダイエンゾーンでね、まあ、変わらない、正直変わらない、多分数字がね、変わらないところはあるんですけど、まあ、ひとまず枚数が増えてます。4000枚どれもいってるんじゃないかなというところですね。はい。まあ、今じゃやっぱ売れてるところじゃないかなと思いますね。先ほど紹介したね、メイドラゴン入れてますね。はい。では、で、今回最後ですね。またまたです、これ。もう何回紹介してるから、オッタクシー先生が、もうおかしいんですよ、これ。なんなんですかね。2400セット達成っていうことで、前回2000セット達成して、いやー、こういう内容のいいアニメが売れて本当に嬉しいんですよっていう話をしてて、まあ、オッタクシー本当にリクさん好きなんですねっていう話をいただきましてね。まあ、確かにめちゃくちゃ好きですよね。で、まあ、それでも嬉しいんですよ。やっぱこういうなんか、まあ、売り上げとかを見てる人間からすると、結構、まあ、
まあ、ね、こう普段注目して見てるとこの先のこと売れるのとか思ったりしちゃうのも正直ある中で、やっぱこれで売れてほしいんだけど売れないだろうなって先がこうバッて売れるとやっぱ嬉しいわけですね。でちょっとおかしいですね、伸びが。先週から驚異の400セット増というか、まあこちらね、締め切りが9月30日申し込み締め切りですから、今こうどんどん書き込みで来るというか、もしかしたら3000枚いくんじゃないかなってとこですよね。まあ、ブルーレイボックス、まあ、2万7500円とかするんで、普通の円盤と何も変わんないわけですよ、価格はね。いや、すごいなって。まあ、ちょっと安いぐらいかな。で、これでスーパーカーブ超えたのか？ない。いや、ちょっとスーパーカーブちょっと超えてるかもしれないですね。ちょっと一瞬調べますね。まあ、あと100セットでね、ビジュアルコミック全巻収納ボックスと合わせて、世界観が楽しみ、ビジュアルコミック4巻分の奇世界カバーが特典にということで、まあ、これ2500セットはいくだろうなというところですよね。で、3000セットの申し込み達成で、オドカーフィギュアが特典になるということなので、いやー、ちょっとね、これ、正直見えてきているんじゃないですか、3000セットがね。いや、本当に嬉しい限りですけれども、な感じですね。で、スーパーカブが2354枚か。多分今は多分2500枚ぐらい売れてるんじゃないかと思いますけど、ほんとスーパーカブを下手したら超えるんじゃないかっていうところですね、前期の。で、まあ、6位、まあ、だから、おつたくしトップ10に入ってるんですね。ハラミのエンバーレイランキングすげえなって。まあ、6位か5位、まあ、5位は無理か。5位がね、さっき紹介したダイナゾーンだから、まあ、それが4000枚で、ゴジラシングラポイントも、ね、3000何枚売れてたっていうところなんで、まあ、まあ、頑張れば6位、まあ、すでに7位か、7位には来てるんじゃないかなっていやー、すごいなって。まあ、8位が聖者の魔力、まあ、結構ね、トップ10あたりが2000何枚なんで、累計では2500枚ぐらいいってる可能性あるんですけど、ちょっとおつたくしこれ3000枚いく可能性十二分にあるなっていうことでね、ちょっと楽しみですね。で、まあ、多分3000セットいくっていうか、まあ、最終的な売り上げ何枚になったかっていうのはまたね、この動画で、こちらのね、円盤売り上げ紹介動画で話させていただくんじゃないかなと思いますけどね。来年の3月発売よって言ったようで、今ね、地上波でも放送されてるかなって言ってますけど、もうまだまだ盛り上がってる、さすがお伝えしちゃというところですね。はい。という感じで、今回の円盤売り上げ紹介動画は以上となります。来週はまあ、もしかしたらこちらね、円盤売り上げ紹介やんないかもしれないですけど、まあ、再来週は間違いなくね、もう注目作が続々と発売されますし、もうオッタクシーの円盤売り上げもついに確定するということなんで、その辺を、話させていただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひですね、そちらを見ていただけると、まあ、これを機にチャンネル登録だったり、高評価を教えていただけると非常に嬉しいし、こうやってね、動画を作る気力も湧いてきますという感じで、今回の動画は以上となります。本当に先行までで買ってありがとうございました。